さておはよう寺ちゃん今朝は普段ドイツ在住で作家の川口満恵美さん現在は日本に滞在中です川口さんおはようございます おおおはよよようございいいいままますすすろろししししくく願願たここちらそ先週のちょうど1週間前ですかね、火曜日は東京も27.5度と、日中の気温がもうこれ100年ぶりに11月の最高気温更新みたいなね、まあ、そんなことが言われてましたが、ここに来て日本も寒くなってきました、ドイツもやっぱり寒いんでしょうね。 ドイツもなんか今、お天気が大雨降ったり寒くて、なんか大変みたいで、ミンヘンも日中で2度とか言ってましたね、昨日ああ、日中で2度ですか <laughs>、ええあの。それまではドイツも比較的あったかだったんでしょううかねそうです、ええ、やっぱりあの割と異常気象って言われたぐらいあったかかったみたいですけどね。ええ はいまあ、でもここ数日の冷え込みでえ先ほども私申し上げましたが体調を崩している人も多いようです、えー、そしてですねこれは逆にドイツのニュースなんですがドイツでまた新型コロナウイルスの新規感染者が増えているなんていうニュースも見聞きするんですが川口さん、このあたりってドイツではどう報道されてるんでしょう。 いやドイツではコロナはもうか<っ>ぜ全然報道は一切されてないんですね。はい、それでそのこのニュース今日本で伺ったもんで<っ>それで慌てて調べたんですけれど<っ>なかなか見つからなくてそれでドイツ政府のホームページ見ても最後の情報が10月20日で出てるだけで<っ>それでよく見てみたらこれベルリンってて書いてありますよね、はい、でベルリンの,ちあの地方新聞みたいなのでは出てたんですね。でこれ 州の公衆衛生局っていうから、ベルリン市の保健所みたいなところですよね。そこが発表したニュースだと思うんですけれど、<っ>あの要するに少しベルリンでは増えてるんですけど、そのニュースでも。 全あのドイツ全体では全然変わってませんっていうのは書いてありましたねですから何で日本がこのニュースを拾ってあたかもドイツでまたコロナがどんどん流行ってるみたいに思わせるような報道をしているのかっていうのを私は非常に疑問に思いました。 何か,何か意図があるような気がしてしょうがないんですけどあ<ー>。あ <laughs> あ、やってきたぞみたいな、なんかそういうね <laughs> う。<な>怖がらせますよね、<え>この。え、ね、え、ドイツもっていう。で、うん、そう、でも、それは。 もう大体コロナっていうのがもう消えてしまってますから、はいええ、まあ他のニュースもいっぱいあるっていうのもあるんでしょうけれど、ええ、一切ニュースにもならないし以前も川口さんにお話聞いたり他の方にもねこのヨーロッパでの,その新型コロナウイルスに対するこの対し方っていうのが日本と違いますからねもう全然違いますよね。ええ マスク取れるのも早かったですしもうだからただの風邪の一種っていう、はい、そういう感覚ですものね。そうですね、えー、だから統計もちゃんともう取れないと思いますよだとお医者さん行かなきゃわからないわけですからね,そうですねあの検査で、はい、見るしかないわけでだからこの辺りでもこのなんていうかこの意識の仕方っていうのが日本とそのドイツ並びにこのヨーロッパの感覚、えー、かなり違うなという感じが違うう私はしますど <laughs> そうですね。はい、え、日本がなんか過敏になりすぎてる部分はあるかもしれないですね。はい、えー、えー。そしてそんな中ですね、日本ではインフルエンザの流行も加わって、医療体制が逼迫している病院病院もあるということですけど、このあたりも過敏ですかね、ちょっとね。えー、ドイツはそういうニュースは全然ありません。 はいまあですから、もう風邪の一種ですからじゃあ誰かさんが風邪ひきましたかって言ってニュースになるっていうわけでもないですもんね。これうーん そうです、ねえー、はいえー、まあ、このあたりでもそのドイツヨーロッパそして日本のこの感覚の違いっていうのがよくわかりますはい川口さん今朝もいろいろお話聞かせてくださいよろしくお願いいたしますはい、はい、よろしくお願いいたしますおはよう寺ちゃん今朝は普段はドイツにいらっしゃいます現在は日本に滞在中川口まんえみさんにお話を聞いていきます 時刻5時15分ですおはよう寺ちゃん今朝5時台はドイツ普段はドイツにいらっしゃいます現在は日本に滞在中作家の川口万恵美さんですさあそれでは朝刊トップ5いきましょう11月14日火曜日今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます毎日新聞神田財務副大臣を公鉄 岸田総理は過去の税金滞納と資産差し押さえの事実を認めた神田財務副大臣事実上更迭しました神田氏は国民に納税を求める立場にあることから国会審議への影響は避けられないと判断しました産経新聞内閣支持率急落27.8% 産経新聞社らが実施した合同調査で岸田内閣の支持率前回の調査に比べて7.8ポイント減の27.8%となりおととし10月の第1次政権発足後最低を2か月連続で更新しました危険水域と言われる20%台に落ち込むのは初めてです朝日新聞ガザの病院機能停止 イスラエル軍の侵攻が続くパレスチナ自治区ガザ地区では地区最大の病院に患者ら数千人がとどまり医療崩壊による医者や死者が相次いでいますイスラエル側は病院の地下にイスラム組織ハマスの軍事拠点があると主張しています日本経済新聞海外新薬国内で早期承認 日本で薬を売り出すために臨床試験の過程で日本人で安全性を別途確認しなければならない制度が原則廃止されます欧米で承認された新薬の7割は日本で承認されておらず海外で使われている薬が日本で入手できないドラッグロスが生じてきました新薬の日本で早期流通を促し患者の不利益の解消につなげます 日刊スポーツ「紅白異常事態」NHK が大晦日の「紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行いました旧ジャニーズ事務所所属タレントの名前は一組もなく1979年以来44年ぶりのゼロとなります。はい、以上長官トップ5でしたさて、えー 作家の川口万恵美さんにいろいろとお話を聞いていきます。えー、川口さん、あの、神さん、ドイツにいらっしゃる時紅白歌合戦なんていうのはご覧になったことはありますか いえ一度もありませんあそうですかえ、はい、えあまりご興味がないというと。というかうちテレビがなかったもんで<あ>それど日本のテレビを見るような<っ>あのことにもなってなかったもんでテレビがないというのはテレビ必要ないやっていうことだったんですね。 まあ、ね、あのええ、<laughs> ないですねいまだに、ええ、あそうなんですね <laughs> はいあそうですかはいそうするとあのまあでも今は情報を得るにはインターネットがあればそうですね,ねえ、ええ、はい 情報入手できますもんねだからそれ言うとドイツではそういう家庭が多いって思われるんだけど<っ>そんなことはなくて<っ>うちだけがちょっとなかっただけでドイツ人の普通のおうちには皆さんありますのでそうなんですね、はいはい、さてあとですねとても気になるニュースとしては、えー、この内閣支持率急落27.8%、まあ、これはラジオをの方もご存知の通り、まりいろいろな新聞もしくはですね、えー、マスコミそのテレビ局と新聞が合同 でこの世論調査というのをやっておりますけれども、まあ、今回、今今朝紹介したのは産経新聞です産経新聞社らがこの実施した合同世論調査で岸田内閣の支持率前回調査に比べて7 8, 8ポイント減の27.8%となりましておととし10月の第1次政権発足後最低を2ヶ月連続で更新したといいます。はいこれ 川口さんあのドイツでもこういう世論調査っていうのはあるんですかねあのしょっちゅうあってあ、はい、えと来週の日曜日が総選挙だったらあなたはどの政党に入れますかっていう質問なんですねそれが必ずあ,のあるんですけれど、えー、えとドイツも今3党連立の政府ですけれど。はい これ3党合わせてもその支持率を足すと3割いかない状態になったりしてますから似たようなもんですね社民、はいえー、緑の党、自民党ですよね。 この連立ですね今、伸びているのがあの前回もお話聞きましたがドイツのための選択肢、まあ、こちらが、はいえー、以前に比べると倍増したなんていうね、まあ、こういうこれがまさに世論を反映しているということですが、うん、まあただこれまあ、真っとうに考えればこの支持率が落ちてるってことはそれだけ今の政府に対する国民の信頼が崩れ始めてるってことですよね。 そうでですね、えー、はい、はい、で一方で NHK の世論調査を見るとですね内閣岸田内閣を支持すると答えた人は10月の調査よりも今回の調査ですね7ポイント下がって29%おととし10月の内閣発足以来、はい、初めてこちらも30%を下回ったと一方、支持しないと答えた人8ポイント上がって52%だったといいます。まあ こちらも NHK のこの調査を見てもですね、えー、岸田内閣支持すると答えた人は下がっているということなんですが一 一方でこののの各政党の支持率といいうのが出てきてきます今私見ているのは NHK の調査ですけれども自民が37.7立憲民主が4.7日本維新の会が4.0公明党3.4共産2.6国民民主が0.9令和1.4社民0.2などとなっていますけれどもこれ自民が37.7というふうにお伝えしました。 がプラス1.5なんですね。 不思議ですね、えー、ですから、まあ、今回の不祥事先ほどもお伝えしましたけれども、まあ、これ9月に内閣改造を行ってですね、えー、もうこの3人も辞めざるを得ないという状況になっていて、まあ、これ普通に考えると政党支持率も落ちるだろうなと思って見ていると、まあ、これ NHK のこの支持率の結果ですけれどもプラス1.5ということはこれは川口さん 他の、その野党が、ー、ちょっとこう、まあ、信頼できるところがないというか、支持するところがないと踏んでこうなったのか、非常にこの、 分析というか理解に苦しむ数字でもありますねいや本当に理解に苦しむんですけれど、えー、なんか私にとっては、はい、なんかアンケートっていうのは全然信用できないなっていう<ー>そういう結論になんかなってしまうんですけれどね。ねだどうにでもできますもんね質問の仕方だとかなんだとかで。 はい、よくわかりません。えー、これは。いや、でも、先ほど川口さんがあのおっしゃったみたいに、そのドイツのね、やり方。もし総選挙が今、あとちょっとであるとしたら、あなたはっていうのは。これはいい質問の仕方ですよね。まあ、そうですね。えー、はい。はい、うん、そうなると、まあ、あの、じゃ、どこって、ふっとこう考えたところに答えていくということですね。そうですね。えー、これが必ずある質問で、どこの、はい、あの。 えっと、アンケートで毎,毎月ありますすねね毎月あるんでところで、ま、世界がその行方を注意するイスラエル軍とイスラム組織ハマスの軍事衝突ですが11日ロンドンで少なくとも30万人が参加する新パレスチナデモが開かれましたフランス、パリスペインバルセロナなどヨーロッパ各地でイスラエル・ガザ空襲を非難し即時休戦を求めるデモが続いています。 カグイさん、これドイツでもパレスチナ支持をするデモというのは行われているそうですね。そうですね。このやっぱり土曜日えっとベルリンでかなりたくさん集まって、っあのえっと8500人って言ったかな。はい、それでやっぱりかなりねあの過激な動きがあってあ<ー>59人。 拘束されたっていう報道でしたね。はい、えーはい、はい。で、まあのこのイスラエルとハマスの軍事衝突をめぐるドイツの立ち位置についてはですね、えー、ご時代後半で詳しくお話を掲載いただきますが、ドイツの書略<え>、えー、政権が9日、高騰する企業向けの電気料金を引き下げる新たな経済対策を発表しました。で、製造業が負担するこの電力税を、えー、EU ヨーロッパ連合の最低水準 順まで大幅に下げるこの減税が柱になると言いますえドイツの高熱費の高騰かなり深刻だと聞きますけれどもこれそのショルツ政権の経済対策でどうでしょうやらぐんでしょうかねこれいろいろな意見があって一言では言えないんですけれどえ<っ>例えばあの ま、ちょっと、あの、中小企業のパン屋さんとかそういうところはかなりこれで助かるっていうふうに言われてるんですけれど、ただ特にあの国際競争にさらされてる大きな企業ですよね。そういう企業っていうのはあまりこれでは、あの、その、ま、少しは助かるんでしょうけれど、他の国際、あの、ライバル企業と対抗できるような、あの、レベルにはとてもこれではいかないっていうふうな、 報道がされてましたこれではまだまだダメだということなんですね、うんはい、で、企業向け電気料金の引き下げ来年だけで最大120億ユーロと言いますからおよそ1兆9 0億円規模となる見込みですとなると川口さんこれ家庭の電気料金引き下げも待ち望まれますよね そうですね。大体ね、これ、あの、電気料金、産業のを下げるか下げないかで、もうずっと揉めてたんです。2ヶ月近く。えーはい、あの、いや、与党の中で、政府内でね。えっ、ー、と、ハーベックっていう経済気候保護大臣は、はい、えー、も,うもう、経済界からの突き上げがすごくて、やっぱりロビー活動がすごいですから、はい。それで下,ろすあの下げてくれって言われて、それ下げようとしたんですけれど、財務大臣、 が、絶対にできないって言って財源がないからね。それでずっとあのブレーキか踏んでたから揉めてたんですけれど、やっぱりようやく。これまあ決まったっていう。そういう感じなんですね。だけれど、あのやっぱりこれってあの電気代の中で税金の占めてる割合っていうのはこのこの今100人ユーロって言ってます。けれどだけど他に？ いっぱい、あの、かかってるものがあるので、ええ、例えば、あの、逼迫した時の、そのためその、そういう時に大きな工場に電気、ちょっと止めてもらう、使うのを、はい、あの、少しにしてもらう。これ日本でもありますけれど、ええ、その時の保証金だとか、<ー>それから、あと送電線が全然できてないから、<え>だからその送電線が、もし、 あの風力なんか使っ作ってしまってるのに、送電線がないから、例えば会場の洋上風力なんか、全然電気が運べないっていう時の保証のお金だとか、はい、送電線を通す時に自治体に払うお金だとか、もうね、いろんなその送電線自体の建てるお金だとか、はい、そういうのはもう全然減らないわけですよ、これ税金、えー、減らしたって。 はい、だからあんまり効果本当にあるのかどうかちょっと疑問でですすけどああそうなんですねドイツといえば今年4月稼働していた、えー、残りのこの3基の原子力発電所を停止させて、まあ、完全な脱原発とはなったんですけれども。 これエネルギー価格の不安あの前回、前々回もお話聞きましたけれども、まあこのね、作りすぎちゃった時はあはお金を出してほか、えーの,まあの国に買ってもらったり買ってもらうというか、はい、あの使ってもらったりとか足りない時は輸入してっていうね、はい、どっちにしたってお金出すっていうのが非常にこの川口さんのお話の中でショッキングでしたけど、まあ、こういうそのエネルギー価格の不安というのは いつ払拭されるんだっていうのが、おそらく国民の気持ちでしょうね。そうですね。でも私は今の政府が、あの、特に緑の党がですね、はい、経済大臣やってる限り払拭されないと思うんですね。はい、で、最近も、あの、ある原発が、それがもう、あの、だ、だ、あの、原発を稼働してダイレクトに企業に売れば、<っ>ものすごく、あの。 有利なんですね企業ももちろん、はい、あの安く<え>電気がも,もらえるしそれから全体見てもドイツの人の電気の逼迫っていうのが少しは和らぐわけですよね。はい、それからあとその,その原発がちゃんと儲けが出れば企業に税金を払うわけでしょ。ね<え>今までは他のもの例えば再生可能エネルギーなんかだったらもうどんどんその発電すればするほど 政府はそこに買い上げたり何やりでお金がかかるわけですよね。でもこの場合はお金それもかからないし、で何より CO2 フリーですよね。はい、炭素税払わなくていいから。だからいいことばっかりなのに、それをやっぱり経済大臣はノーって言いましたから。はあ、だから本当にあの自分たちのイデオロギーで、あの、原発は止めるとか再生可能にやるっていうことだけで、経済のことはほとんど考えてないっていうのが今の あの政府だと思いますから、はいえー、ちょっと無理ですね。ですで先ほどの,あの家庭料金ですけど、えー、家庭料金のはそは、その経済界みたいな大きなロビーがない,のないから、はい、なかなかあの下がらないんじゃないかと私は思ってますけどそうで,すかでも、これ、あまりの高さでもうドイツで暮らす人たちも、もうひいひどころじゃなくて、そうですよね。我慢強いんですかね、やっぱりドイツの方たちっていうのは。 よくわからないんですけれど、えー、そのうちまあもっと。 本当に困ってきたら、ええというかい今どうにかまだなってますよね、はい、だけどだそのうちに、まあ、声が上がり始めたら爆発するんじゃないかと思いますけどあそ,す、はい、さあそしてですねこれ日本でも大きく取り扱われましたまたドイツと日本の比較です日本のドル換算での名目 GDP 国内総生産が2023年にドイツを下回って4位に転落する見通しであることが IMF 国際通貨基金の予測でわかりました で足元の,この円安ドイツの高インフレによる影響も大きいということなんですがこれ、ニュース、ドイツでは。 何か報道されましたか今、ドイツでは、<っ>ドイツの景気がものすごく悪い話が多いので、はい、このニュースあんまり目立たなかったというか、探せば、もちろん、もちろんあるんですけれど、<っ>で、その探して読んでみたら、なんか反,反対に日経を、あの、日本のね、日本日経新聞を引用して、<っ>それで、あの、昔2000年代は日本っていうのは、 GDP がドイツの2倍半もあったのに、今それを、あの、まあ、に、中国に抜かれ、そしていよいよドイツが抜きましたみたいな。だけど、びっくりしたのは我々ドイツでしたみたいな。うん、なんでそんなことになったんでしょうみたいな。そんなような書き方がしてあったんですよね。<ー>それで、あの日本、ドイツ、多分これ、 まあ、ドル、ドルベースで考えてるから、に円安だから、かなり、はい、あの、日本が悪くなっちゃったっていうのも多いと思うんですけれど、えーえー、あと、なんか、こう GDP でこ国の、あの、これ、これけ統計するのって、はい、問題がいろいろあるっていう話も聞いたことがあって、えー、の例えば、日本っていうのはあんまりお金をかけないで、 医療だとか治安の維持をちゃんとしてるから、そう,そういうのは全部、このコストっていうのは GDP に加え、加えられますから。<え> ドイツなんかだったら、そ医療にもっとお金かかったり、治安維持がものすごいですよね。はい、しょっちゅう何千人も機動隊出してやってるわけですから、えー、そういうのも入るし、あまり正確じゃないんじゃないかという話は聞きました。そうなんですね。<laughs> まあこれ、あの、IMF の成長率の予測見ても、2022年、確かにドイツは1.8%、日本1.0%。ただ2023年、ドイツはマイナスと言われてまして、マイナス0.5。そうです。うん、来年もマイナスの予定ですからね。は でも日本はプラス2%の 2> ー、ね、予測ですよね。はい、なのであ<ー>まあその辺りでもあれっていうところはあるんですけども、まあ、ただ日本はこういうのが出ると大変だ大変だって、ねうん、抜かれちゃったなんていうこういうところで大騒ぎする国民性も持ってますんでね <laughs>、えー、あドイツでは、うん、あそうでしたかっていうような感じですね。うん 川口さんまた後ほどお話聞かせてくださいよろしくお願いいたしますはい、はい、よろしくお願いします時刻5時38分ですおはようお寺ちゃん今朝5時台はいつもはドイツにいらっしゃいます現在は帰国中の作家川口満恵美さんですさあそれではここからは川口さんにこのテーマで話を聞きます イスラエル徹底支持を貫くドイツの歴史的立ち位置国連人権理事会は9日スイス・ジュネーブでドイツについての普遍的この定期的審査を実施しました。 イスラエルとパレスチナ自治区ガザ地区の紛争についてイスラエル支持を明確に打ち出す一方国内でパレスチナ支持派の抗議活動を禁止するドイツの姿勢に対し主にイスラム教国から非難が相次ぎました。 普遍的定期的審査というのは国連加盟国193カ国の人権状況を評価するものですべての国が4年ごとに審査を受けますドイツは今回断固として人権を尊重する姿勢を広く評価されましたがガザ紛争をめぐる立場については異例ともいえる批判を浴びました エジプト代表はパレスチナ人の権利に関してドイツが取っている好ましくない立場を深く遺憾に思う、まあ、こう発言しています。ヨルダン代表はドイツの不均衡な立場を非難したといいます。川口さん、この国連の審査なんですけれども、川口さん、これはどういうふうに捉えてらっしゃいますか。これははななんかかドイツにとってはもうかなり 難しい状況になってると思うんですね、はい、でドイツは、えっと、やっぱり他の国とは全然違ってユダヤのことに関してはやっぱりあのホロコーストっていう、はい、あのー、まあ原罪みたいなものがありますから、はい、だから戦後は絶対に、あのー、イスラエルの味方になりますとイスラエル支持を貫きますということを 国家理念みたいにしてやってきたもんですから、だからこの、今、まあそれを貫こうと思うと、もうあちこちでぎ、なんかこう矛盾が出てきちゃうんですよね。はい、だから人権とかって言ってくると、やっぱりガザの住んでる人たちの人権もあるわけですし、それを否定するわけいかないんですけれど、でもそれを言い始めると、今度はそれが、それを人権を、あの、 こ侵害してるのが。 イスラエル人ってことになるわけですから、はい、それはあんまり言うとイスラエル避難につながっちゃいかねないですから。<ー>だからそれも言えないしっていうものすごく難しい。ところで、こう繋がったりしてるみたいな状況に今なってると思いますね。ねはいで、ドイツがこのイスラム教国から非難される理由の一つが、パレスチナ支持派の抗議活動の禁止ですえ。ドイツのフェーザー内務大臣が2日イスラム。組織ハマスと新パレスチナ団体サミルンの。活動 をドイツ国内で禁止したと発表しましたイスラエルに大規模攻撃を仕掛けたハマスの活動、まあ、これは刑法に違反して憲法に相当する基本法で掲げた国際協調の理念に反する、まあ、こう判断したと言います、えー、反ユダヤ主義の取り締まり強化ということなんですけれどもこれドイツ国内では川口さんどう受け止められているんでしょういやこれもあれなんですあの やっぱりね、難民、移民でたくさんアラブ人が入っちゃってるんですよね。はい、ですから、もうずっと昔から住んでる人ももちろんいますし、その人たちが今まで全然そんなことは、あの、大きな声では言えなかったんですけれど、えー、なんか今、タガが外れちゃったみたいになってて、うんはい、その集会っていうかデモで、えー、パレスチナ支援っていうことでデモしてるんですよね。はい だけれど、この、やっぱりハマスだとかサミードンっていうんですか、そのパレスナ支援の団体ですよね。はい、こういうのは、もともと禁止されてたんですけれど、そのデモもその、その人たちが入ってるから禁止っていうことなんだと思うんですよね。えー、で、それが、やっぱ言論の自由に反するっていうふうに言ってますし、で、全然やまないんですよ。えー、だからね、その後もう一回、あの内務大臣が各州の警察に、 ちゃんと、ちゃんと取り締まれと、はい、口だけじゃなくて、本当に取り締まれって言ったから、そういうふうにしてほしいっていうふうに言ったもんで、余計になんか、火に油そぼみたいな感じになっちゃってるんですよね、えー、先ほど川口さんご指摘ありましたけれども、はい、ドイツでもこのデモがあって、8500人規模で、59人が拘束されたとおっしゃってました。はい、だから事実起きてるんですものねデモは そうなんです。それとね、えー、他に、あの、ユダヤ人の施設ですよね。はい、あのユダヤ人の教会とか、はい、シナゴーグですね。えー、ああいうところだとか、あと、ユダヤ人の学校だとか、そういうところに、あの、火炎瓶が投げ込まれたり、あ,<ー>あとね、あの、 ダビ,ダビデの星って言って、あの、ちょっとお星サみたいなユダヤのマークがありますよね。昔、ナチの時代にユ,ユダヤ人があの付けさせられたマークですけれど、はいえー、それをあの落書きしていくっていうのも、<ー>もうね、何百件とかってもう起こってるわけでしょ全土で。えーえー、だからそれを、まあ、あの、そのまま容認はもちろんできないんですけれど、いあまり取り締まると、今度、はい もっと過激なことをやり始めるかもしれないしーー、ええ、もうなんかねヒヤヒヤしてて、ね、政治家も大変難しい状態だと思いま,すいまさに先ほど川口さんが表現した綱渡りって感じですよね。で、まあ、今回の軍事衝突においてですねイスラエルがやりすぎだという声も高まっていて、まあ、最近ではパレスチナ救済を訴える声も、まあ、これ世界的にも広がっているわけですがドイツ国民はイスラエル支持派がやはり圧倒的に多いんでしょうか えっとね、これまでは、だから、えっと、政治の意思として、絶対にイスラエルの、あの、ドイツとイスラエルというのは連,連帯してるんだっていうのがあったから、しその国民もそれを素直に、やっぱりあの、学校教育もありますし、はい、そういうふうに素直に信じて、あまり疑問感じなかった人も多かったと思うんですけれど、今、その、やっぱりあの、ハマスの、パレスナ側の、 行動がすごく、私は上手だと思ってるんですよね。自分たちがいかにあの苦しんでるかっていうのを、どんどんそういう映像が出るじゃないですか。はい、であれを見ると、やっぱり普通の感覚では、あまりにもひどいっていうふうに思っちゃいますよね。はい、イスラエルにやってるあ、やりすぎだっていうふうに思っちゃうと。でそれをうまく利用してるから、これを戦争ってプロパガンダの こう戦いっていうのもあるから、どのように報道していくか、ええ、もう完全にハマスが勝ってると思うんですね。<ー>で、イスラエルっていうのは、あのー、そういう、やっぱり、あの、出せないほど、残酷なものっていうのを持ってるらしいんですけれど、はいええ、例えば、あの、最初に攻め込まれた時の、 あその時の映像なんてあるらしいんですけれど、ええっていうのはハマスが、自分たちがえっとカメラを自分たちの服につけて、全部撮ってるらしいんですよね。はい、で、それで、あの、捕まっちゃって、その映像がイスラエルに渡ったら、どういう風に殺したかとか、どういう風に言ってたかとかって全部わかってるんだけれど、それをあまりにも 残酷だからイスラエはそれ出せないって言うんですよね、えー、だからそういうことを考えていくと、もうその、かわいそうっていうのがすごくこう、あの、今大きくなってるから、だから余計ドイツ政府は難しいと思います。えー、はあ、そうなんですね。だからね、本来だったらその情報も持ってるんだけれども、それ出したらまたそれはそれで大変なことになるからっていうことなんですね。えー、まあね、ねそうですよね。えー、はい。えー、まあ先月。今だから病院のあの、すごい残酷な っていうか死んでしまったとか、えー、生まれた未熟児の,あの赤ちゃんが何人も死んだとか,、はい、とかそういうニュースばっかりですからね、えー、トップニュースで、はい、それでそのくせ<あ>あのこれは確認は取れてませんということも言うんですよニュースでは、はいえー、あドイツのニュースもそうなんですね。 これ、あの先ほどです、ね、川口さんご説明あった通おり、まあ、ドイツといえばそのホロコーストがあったでそのホロコーストがあるから、まあ、このイスラエル、まあ、こちらの全面支持の立ち位置に立っているという、まあ、こういうこのお話いただきましたけれどもショルツ首相もです、ね、ドイツの歴史とこのホロコーストから生じた責任によりイスラエルの国家の存立と安全のために立ち上がることが我々の使命だ。イスラエル の安全のために取り組むことが、ドイツの国是だと述べています。まあ、ホロコーストへの反省、あと後悔、ここからですね。反ユダヤを絶対認めないとする。まあ、このドイツの思想とも言えるもの。まあ、今回のこのイスラエルとハマスの衝突。これ、何か変化っていうのはあったんでしょうか。えっとね、これ、あの。ショルツ首相が言ってるようなことっていうような。もう、すごく、<っ>あの。 正当な、今まで言ってたことと同じで、それ言ってるだけだから、大して、あの、新鮮味はないと思うんですよね。それで、そのイスラエル人というか、ユダヤ人がドイツで、今、平安に生きられない状況になっていることは、とても困ることだって、そういうこと、もちろんその通りなんですけれど、ええ、 だけど、結局、今、ドイツで、その、イスラエルを、だから支援しましょうって、これは政治意志ですよね。はい、政治の意志が強くて、それをメディアが、そのまま、あの、伝えてますから、いかにユダヤ人が困ってるか、あの、かわいそうなことになってるか、これは許せないという政治の意志。はい、それで、あの、デモをして、イスラエル支援のデモをしてる人たちがいると。はい、で、それはドイツ人が結構多いんですけれど。で、それと、あとは、その、えっと、アラブ人が、とんでもない、その、 パレスナ支援のデモしてるから、それに反対するデモっていうのがまた、これもドイツ人が多いんですけど、それがいて、で、もう一つは、そのアラブ人が多く参加してるパレスナの人道支援という名前で、反ユダヤをやってる、もうね、三つがね、三つどもえになってしまってて、大変なんですよ。だけど、それがすごく複雑で、これ本当にこんな短い時間では言えないぐらい複雑なんですけれど、あとシ、ショルツ 首相よりもスイスのハーベックこれは副首相も兼ねてる、はい、経済大臣と副首相も兼ねてるんですけど<い>彼がなんか15分ぐらいの,あの私見ましたけどスピーチをしててこれがすごく<い>あの これ、なんていうんう初心生,生命みたいな、すごく、<っ>表面っていうんですか。はい、そういう、良い、良い演説、本当に良い,い演説、上出来のスピーチだったんですね。ほうほう弁論大会だったらもう一等賞てうであそんなそう。それで、あと、黒い、黒い背びを着て、黒いネクタイなんか締めちゃって、っ普通に、もうネクタイなんか締めない人なんですけど、<ー>ほとんど。<っ>で、やって、真面目に、もう、あの、心からあの叫びみたいな、<laughs> そういう、な,なこれス、スピーチライターもちろんいる。 でしょうけれど。えー、で、なんでこういうことを、あの、諸説が言えないのかって、そっちの方が問題になってました、ね。かあ、そうなんですか。まあ、あの、ハーベックさんといえば、緑の党ですもんね。はい。ええ、はい。まあ、先ほど原発止めたなんていうね。そ、そちらの方なんだけど。方が評判悪かったから、これでもかなり挽回したんじゃないかなと思うぐらい。えー、えー。はい、まあ、それは、その、ハーベック氏が言ったのは、その、ドイツの立ち位置っていうことを語ったんでしょうか。そうです。えー、それも、もう、完璧に、もう、えー。 イ,イ,イスラエル支持っていうか、はい、イスラエルと連帯っていうのは絶対に崩せない、はい、これはドイツが崩してはならないもんだっていうようなことで<ー>それであとね,、えー、とね非左翼がどっちかっていうと。ええ パレスチナ支援なんですね。今ずっとそうです。日本でもそうですよね。はいえー、だけど、自分は、キョンクサって言わ思えるぐらい左翼じゃないですか、えー、緑の党って。っそれを、はい、それを批判したんですよ。だから、自己批判みたいなのにもつながるんですけれど、<ー>それを批判したり、とか NGO で、あのー、やっぱりパレスチナ支援言ってるのがいるから、はい、それも批判して、えー、ただね、緑の党って、 あの、外務大臣もいるんですけれど、はい、ベアボック。彼女はどっちかというと、なんか、パレスチナも支援、人道支援しなきゃいけないみたなんとこで言ってるから、だからこれいつものね、緑の塔の、 作戦で片っぽがこれ言って、片っぽがその判定言って、バランス取ってるところも、私はあるんじゃないかなと思ってますけどね。ええー、そうですか。うん、そういう動きがあるんですね。ただ、これ、ヨーロッパにアラブ系の住民、移民、難民、数多く住んでます。で、ユダヤとの連帯、あとアラブとの共存。この二つのバランスを、だからドイツ、今後どう取っていくのかってところも。 ありますねすごく難しいと思いますよ、えー、これは。はい、はい。だから、えっ、ー、と、これ間違うと本当にもうテロが起きてしまうっていうことがありますよね。えー、はい。あのね、ドイツって結構ね、あの、なんていうのか、じえー、っと、過激なイスラム勢力みたいなのが基地になってるところがあるんですよね。えー、ハンブルクなんかたくさんいるってであの言うんですけれど、 あのお金集めの、あの、資金集めの、あの、基地になってるらしいんですね、ドイツって、はい。ハンブルクあたりもね。だからそういう人たちが、えー、あの、なんか、決起しちゃった でテロがあちこちで無差別テロみたいなのが起こったら大変だっていうのがあるからだだから本当ヒヒヤヒヤもんだと思いますよ、はい、そうですかえそして、うん、えドイツのであそうですねで先ほどそのハーベック副首相、まあ、こちらが、えー、この反ユダヤ主義に断固として対応するという、まあ、宣言、まあ、これがポイント高かったというお話、まあ、これを、はい、あの聞かせていただきましたけれどそうすると、まあ、これ今後ドイツ、まあ、先ほど綱渡り 合理的って言いました。けれども、で、えー、これ下手すりゃ、その何かテロに繋がっていくっていう可能性もありますものね。はい、そうですよね。えー、うんだからなんかね。えっとハーベックはこまあ、ここまでたくさんあの移民難民を入れちゃったのが間違いだっていうような。批判もあった。はあ で、ええ、でやっぱりもう全部移民は、未だにあの難民来る人は全部入れろって言ってるのが緑の党ですから、はい、だから緑の党もね、やっぱり今まで言ってきたことと、今起こってることを、こう、ユダヤと連帯っていうのを言うの、かなり自己矛盾に陥ってると思うんですよね。ね、はいええ。ユダヤに、ユダヤ人が住めないっていうか安心して住めないほど、アラブ人、 入れたのは誰だみたいに言われたら、やっぱり緑の音かなり、はいあの、犯人に近いですから。<ー> 矛盾があれこれ出てきてるっていう感じがしますすそうですねでねましてや今連立その社民緑の党自民で連立内閣組んでますからこの内閣の中でも緑の党の中でもこうね今あのお話しいた,だいたように、うんえー、自己矛盾してるような部分も含みながらはらみながらのこれ政権運営っていうのは結構この先、まあ、経済もちろん大変ですけれどもこの問題っていうのも ドイツには結構重くのしかかってきてきますねそうですねそれであのアラブ人が今までそんなことなかったんですけれど、えー、ここまでやっぱりあの多いしそれから世界全体を見たって、はい、アラブ人の あのか数ってもうすごく多くてユダヤ人って数ではもう圧倒的に負けてますから、はい、こうなってくるとやっぱりユダヤ人を保護するっていうのは非常にまたコストもかかるし、はい、大変ななことになるとにる思います、えーまあ、いずれにしてもいろいろお金がかかりますねここから先もね。 はい。えー、どうでうね。はい、はい。はい。えー、今朝5時台は、普段はドイツ在住、現在は日本滞在中の作家、川口万恵美さんにいろいろお話を聞きました。川口さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。